はい、キャプティンアスのバイブルトークです。えー、今日は5月の2日、愛カ。今日は2章です。えー、2章読みますかね。あ、主は娘シオンをミニカリの雲で覆い、イスラエルの境を天から地に投げ落とし、ミニカリの日にご自分の足台を思い出されなかった。ヤコブのすべての住まいを主は飲み込み、容赦なさらなかった。 行き通って娘ユダの要塞を打ち壊しこれ娘ユダっていうのはあの、まあ、イスラエルとユダ,ユダとね両方こう娘として言われてますけども地に打ち倒して王国とその主長たちをがされたということで今日のところずっとここずっんな感じですでさらに、えーまあ、だんだんこう暗くなってくるんですけどもあのとにかくまあね容赦しないってことが何回も出てくる「容赦しないぞ」と。 絶対お前ら許さねえって感じで、えー、イスラエル、えー、ユダ、ねえー、に裁きが起きますと。でさらに9節もはや立法はなく預言者たちも主から幻を見いだせなかったと」と、えー。11節私の目は涙でかすみ腹綿はかき回され肝は地に注ぎ出された」。私のののの娘の破滅のために 幼のやちのみ女が都の広場で衰え果てているということで私の目が涙で「かすみ」っていうのは前の役だと「潰れ」って言って「カーラもう終わりとか消えるとか滅びるとかそういう意味の言葉ね。で「はらわた」「命、ね」内臓腹綿はかき回されて「で肝やっぱ内臓ですけど肝は地にすぎ出されてこれ、あのー、パラレルリズムですけども。 えー、どうしようかねもうみんなとにかくひどいことになっていると。14あなたの預言者たちはあなたについて虚なしいごまかしの幻を見たと。全然役に立たないと。どうしましょうかね。で容赦しないってことも何回も出てくるんですけども19節いきましょうか夜見張りの始まりに立って大声で叫べ。 あなたの心を主の前に水のように注ぎ出せあなたのお皿子たちの命のために主に向かって両手を上げよう彼らは街灯の至る所で上のために衰えきっているということでそういう状況の中でこの2章にはあのー、まああんま希望はない感じなんですね。でただ私ここから思ったのが11節のこのね腹綿がかき回される。 肝が血に注ぎ出されるこれね、あのー、ここは言葉違うんですけども「ラハミーム」っていうね「母の体母のお腹っていう言葉からできてる「あれみラハミームラーハム」っていう言葉があってこれ3章でも出てくるんですが「あわれみ」かな3章で出てくるんですけどもこれ新訳ではギリシャ語では「スプランクリンゾマイっていう言葉ね「はらわたが痛むかわいそうに思う」っていう、えー、意味があります。 聖書の世界というのは西洋よりも実は東洋私たち日本と同じように東洋的なんですねイエスはユダヤ人としてユダヤの文化を生きましたでユダヤ人の心というのはこれよく言うんだよ、ここじゃないしここじゃないし、ね、頭の中でもなくこうハートでもないとユダヤ人の心はここ腹肝にあるんですね日本人と一緒です感情は 頭でなく心臓でなくく心臓腹にあると、ね、腹を割って話すとかね断腸の思いとか腹が立つとかね日本人は強い感情がここでもなくここでもなく腹に宿るっていう、ね、だあの切腹腹切りも実はこの腹の自分の感情自分の心にね、あのー、なんとかこう何の落ち度もないことを示すために、えー、腹を切ったっていう説もありますとで。ラハミーヴラハハミム 腹渡がかき回されるような、本当に断腸の思いの悲しみ、そういうものが、えー、こう聖書の中には書かれています。深い憐れみ、ね深い憐れみのゆえに、腹たが湧き返り、肝が地に注ぎ出されるような、だから断腸の思いですよ。ねそれほどの感情を持って、神様もイスラエルを、そして私たちを愛している。 そして私たちが裁かれる時私たちが苦しんでいる時に本当にねそれを見てこう悲しんでいるっていうね、えー、痛みをえ共有してるっていうようなそういうことをねここからちょっと思い浮かんだりもします。えー、明日からっていうか今日からちょっとね、えー、出かけて出先からになりますけども三章からね二章はちょっとこれですけども三章からはいい意味でこう。 相変わらしくない、えー、場面展開になってきます。はい、ということで、それではまた、ごきげんよう。